はい、皆さん、こんにちは。元気おじいです。今日は10月の13日土曜日。時刻の方は9時5分です。ぴょぴょ。ちょっとね、今日は肌寒い。そんなわけでね、今日一発目はね、視聴者 Q&A になります。えー、っとね、いつもおじいの <laughs> 動画のところでコメントしてる方なんだけど、あの投稿から来るってことはよっぽど 人見を気にするっていうかね、恥ずかしかったのかな、あの聞けないの <laughs>、ね。あの投稿内容にあのそのまま返信することはないんでね、こちらの方で答えたいと思います。はい、えー、このような内容ですね。ハンドルネームは言いません、えー。いつも動画や配信でお世話になっています。スマートログインについてね、あのこれ、おじいの動画でね、多分ね。 グーって書いどうなんだろうなもう全部見たのですが解決しなかったのでお尋ねします私は今プラチナバンドにも対応していない大昔ながらの水字がらけをずっと使い続けていますこれのシムを抜いてシムフリースマホに入れてえー、これ何て読むんだっけあのしかるべき操作手順を踏めばスマートログインが 完了するのでしょうかご存じでしたら、ぜひともおご教示願えませんか、ナイトゾーよろしくお願いしますということでね、あのー、まあ、本来だったら、あのー、これはこちらなんだよね、あのー、0800-919-0157、もしくはソフトバンクの携帯からは157をかけると、そのまま教えてくれます。 でおじいがね、しょさっとあの調べた内容だと、これね、えー、と、よいしょ、よしスマートログインは設定は、ガラケー、アンドロイド機種でも可能ってことなんでね、これも比較的、今年の情報ではね今、パッと調べてもね、出てくるんだよ。 あのソフトバンク機種を契約している人はスマートログイン設定を行うことでヤフーショッピングの T ポイントが10倍になったりヤフープレミアムの会費が無料になったりしますっていうことですそして、えー、っとね。うんえーっと このね、ソフトバンクの,、ね、このスマートログイン利用規約のところに、ねまあ、あのここの内容を見ると、要は、あのー、これね、本サービスは当社は 3G、4G、LTE 通信網への接続を利用した、ねえー、定期企業サイトへのログインについて、要は、サイトにログインするための要は識別、まあスマート、スマートログインだよでするサービスと言います。でこれははソフトバンクの、あのー、要は なんていう契約、この 3G 通信サービス、4G、えー、通信サービスね、ねウェブご利用客など、まあ、合わせてどうのこうのていうから、3G でやわも全部ね対応しております。それで、えー、っと、うん、はいこちら、えーっと、ソフトバンクねえー、っと対応機種ね、ね、えー、iPhone、iPhone ね、えー、iPhone5 以上。ねよいしょ iPhone5 以上、iPad は iOS5.0 以上、ね iOS5.0 以上、ごめん、あの iPhone5 以上で iOS5.0 以上で、スマートフォンは Android5.0 以上、昔のだから4.2とか4.1とか、あのとか、あのー、昔いっぱい安く流行ったやつは使えないってことだね、でタブレット5.0以上、携帯はここね 4G 形態、アコース形態となっています。ここね まあ要はつまりあのー、ガラホ、ガラホになります。昔のスリージケータだとあのー、なんていうの、操作ができないってことだね。これこれはガラホなんで、あのー、スマホじゃないんだけどもスマホの機能がアリアスでそういうあの項目まあ設定ができるってことだよね。要はあのー、これ中身アンドロイドなんだよ。これガラホって。 だからね android で操作ができるっていうことになります。でこのこれらの内容を総合すると 3G 形態の契約者もソフトバンクユーザーなのであのスマートログイン設定をすれば要はあのいろんなサービスを提携して使えるということだよねヤフーだったらポイントが10倍になったりとかヤフープレミアム会費が無料になったりする。 ことができますでお手持ちの 3G 形態ではできないわけだから当然今該当するもの要はあのー、シムフリーのやつね、うん、入れてで設定すれば OK ということになります理屈上はねなのでこの理屈で合ってると思うけどおじいソフトバンクの人ではないから詳しく分からないから一応157で確認した方がいいと思いますおじいがこれ朝から調べた限りでは あのその手順を踏めばできるはずですあの。スマートログインできる権利を持っているので、ソフトワークユーザーなんで、だからねあの、問題なくできるはずです。やらないとね、もったいない、本当にね、と思います。いかがでしょうか、あのもう誰でもいいから、ちょっとね、あの、貸していつってシムフリーのやつね、そからタブレットでも学んでみるから、で、刺して、設定すれば、そんで OK だからね。 やった方いいんのどがらがいおしゃ飲も、そんなわけで短い動画だけどもね、他にも悩んでる方がいたらあの試してみてください。ねはい、ちょっとこれ教えて、おしゃれ余談ね。であと、ソフトバンクユーザーになるともう今、サービス終わっちゃったんだけど、あの9月まで、ね9月で終わっちゃったんだけど、あの カー・スイもクッキーになったかな、コンビニの抽選でいろいろ当たるとか、ね、それもおじいは参加できていました、2回しか当たらなかったけどね、でソフトバンクユーザーならもらえるっていう月に1回のね、あのなんかあるんだよ、いろいろ。ケンタッキーがもらえるとか、ミスタードーナツがもらえるとかね、あのマックがもらえるとか、なんかいろいろあるんだけど、あれはね、スマホじゃないとだめ。 ガラフはスマホじゃないからあの対象外っていうことでそれはねだめなんだって、うん、そこで区別はあるよいろんなそういうサービスの区別があるであとあの UFO キャッチャーねあれはできるよ対等オンラインの UFO キャッチャー1日100ポイントずつ貯めてだい,い1200300ポイントから2000ポイントぐらいまでの間で1回遊べるっていうポイントを貯めても あのできるし、あのー、1日1回12時になるとあのチャレンジして1回分無料で遊べるんでねチャレンジすることができますであれはあのー、なコイン何枚まで貯めないかな、まあ、ずーっと貯めて毎日ログインすると えっと、100×30 だから3万ポイント貯まるからだいたい2回ぐらいできるんだよね、で毎日のロ入れると3回連習まではできるのかな、1ヶ月我慢すればね、でもねあの、それぐらいでは取れないからね、どうやったらあれ取れるかというと、もうみんなずっとねあの、パチンコのハイエナ法と一緒、人がこうやるのを見てて、ねで、あそろそろいけそうかなと思ったら、もうあ,のあと何回ぐらいで。 落とせるるかかなって大体見て見ればわよねそしたらあっと思ったら「ベベベンちとこう予約をしてあの自分の順番を取るっていうねだ大体もう見てると落ちるちょっと手前になるとクレジットがねあのー、10, 10とか15ぐらいまでブブブンってこうみんな入れてるから <laughs> あれいい商売だねでネットでみんなが見てるからいや他の人に取らせてなるものかここまで来たからっつって熱くなってあのー。 ね、イカで入れる方もいるし、ね、あれは本当にいいいい煽り方っていうかあのおじいから言わせんと「イエイってね悪い煽り方だけど商売としてはうまいやり方なんじゃないかなと思うよねはいそんなわけでね、あのー、参考にしてください。おじいの答えとしては 振りスマホとかね、あの携帯とかあの、対象のものを使ってやれば、スマートログインできるはずです。これが厄介なのがね、あのパソコンとかのインターネットを使えば、それだけであのできないっていうのが悔しいんだよね、これがね、パソコンだけの申し込みでできるんだったら、何の苦労もいらないんだけどね、あのこっちの方で操作とかあの発行とかなんかあるんでね。 あのこっちでちゃんと連携したきゃなけないから悔しいんだよね、これがね、めっちゃ悔しいよね、本体がないと、本体操査やらないとできないという、まあ、それぐらいのセキュリティがちゃんとしてないと、ね勝手にいろいろやられちゃうこともあるからさ、まあ、しっかりしてるなっていうのもあるんだけど、そんなわけです、ねまあ、簡単に答えになってるかどうかわかんないけど、参考にしてください。以上ですババイバイピオピオ